今回顔アップしないんですけど、もう炭水化物、まあ、ちゃんと取らなきゃさすがにまずいので、白米、急遽砂糖のご飯食べます。うん、砂糖のご飯久しぶりに食べたけどうまいな。今期の原料でハイカーボにするときに食べていた黒糖まん、これがね美味しいんですよね。うまっうまいめちゃくちゃうまい。脳に食うなこの甘さ。なんか知らないけど今これ食べながらめちゃくちゃマヨネーズつけて食べたいと思ってしまった。なんか多分ジャンクな脂質そろそろ体が欲してるんでしょうね。うん、できます。現在広島は28度、曇り時々晴れ、台風は去った模様です。よし、ああ疲れた。すげえ用意されてるドミノピザのメニュー表俺の大好きなつけ麺と大好きなお酒、そして豚足、好きが混在しているお店を見つけちゃった。うわ、めちゃくちゃ懐かしい。このエストレア全く同じの乗ってた。言ったところで言ってもね、ちょっと倍速するなーよね。あ、来た。コンディショニングとハイパーナイフを受けてきました。で、今からホテル帰るんですけど、広島の街って本当にね、特にこの週末、お好み焼きのね、ソースの匂いがするんですよ。これがまた絞れますね。昨日やったからが結構定着してきたので、これで明日また定着してくれればいいと思います。で、顔はですね、今回迷ったんですけど、いつもだったらスプレータンニングなんで、あの顔もね、一緒にやってもらうんですけど、このタンニングローション自体が黄ばむんですって、白い肌に塗布すると。なのでちょっと今回はこのままいきます。ちょっと顔だけ白くなっちゃうんですけど、はい、ということで、いよいよ大会前日です。あの今年の芸人は本当にですね、あの最初レモンクラシックに出ると言ってから全然進まなくて、実際やべえなと思ってたんですけれども、まあ、なんとかここまで来ることができました。まあ僕結構その太ったり痩せたりとかって繰り返したりとかね、こういろんな減量自分で実験したりとかして、なるべくやっぱり俺はなんかリアル伝えたくて、結構そのコメント欄とかでこう親近感湧きますとかね、結構現実味があってみたいな感じで言ってくださる方もいて、僕ももう38歳の年になるから、まあ言えばアラフォーなんですよね。俺アラフォーなんだけど、アラフォーってあんまりやっぱり正直わか、なんか感覚実感なくて、全然実感はないんですけど、やっぱり考えることとかやらなければいけないことっていうのは増えてくるし、なるべくその現実的にできるボディメイクを見せております。で、それを嘘を偽りなく見せていって、これからもまあそのスタンスは変えないようにしていこうと思います。こうね、ボディメイクとかってモチベーションがなくて続かなかったりとかっていう人もいると思うんですよね。で、まあそういうの人でも大会っていうのを一つの目標にすると、ボディメイクもっとできたりとかはかどったりとかするので、まあそこのなんか、
特にそのいつも言ってるのは目指せる体の最上級で自分は痛い、まあそんな感じで今回はとりあえず一発目こんな感じで明日かましていきたいと思います。はい、なるべく速報でね動画上げれるように頑張りますので、あのその時はちょっとテロップとか少なくなってしまうと思うんですけれども、楽しみにしていてくださいということです。それでは